オスカー・デラ・レンタは、アメリカ合衆国のファッションデザイナー。ドミニカ共和国出身。保険会社を営むプエルトリコ出身の父、スペイン系の母のもとに生まれた。七人兄弟の第一子で、唯一の男児であった。19歳で絵画を学ぶためマドリードの王立さん、フェルナンド美術アカデミーに留学。金を稼ぐために、新聞やファッションハウスのため服を描き始めた。 当時の中スペインアメリカ合衆国大使ジョン・デイビス・ロッジの妻フランセスカが彼の描いたスケッチに目を留め娘のキルガウンのデザインをデラ・レンタに依頼したこのドレスは秋に発行されたライフの表紙に登場した彼はすぐにファッションデザインの世界に関心を持つようになりスペインをリードするファッションハウスのためにスケッチを始めたその後すぐに スペインで最も有名なクチュリエであったクリストバル・バレンシアガの下で見習いとなった。彼はバレンシアガを死と仰いだ。デラレンタはパリのランバンでオートクチュールのアシスタントをすることになったアントニオ、カスティーリョと合流するためスペインを立った。デラレンタはエリザベス・アーデンで2年働いた後、1965年よりジェーン・ダービーに入った。同年8月にダービーが死去すると、 オスカーデラ、レンタ・フォー・ジェイン・ダービーのブランド名で再出発したが、1966年より自身の名前オスカーデラ・レンタのブランド名に変更した。1993年から2002年までフランスのクチュールメゾンであるピエール・バルマンのオートクチュールのクチュリエとなった。彼はフランスのオートクチュール初のドミニカ共和国出身クチュリエとなった。 デラレンタは1967年と1968年の2度コティ賞を受賞し、1973年にはコティ賞の殿堂入りを果たした。1973年から1976年、1986年から1988年の2度、アメリカファッション協議会の会長を務めた。ありがとうございます。